はい、皆さんこんにちは、マンダリングリビシです。では今回は、シンギレンの野望とオズル編、続きをやっていきましょうということで、エピソード4、ア・バワク後編というタイトルでやっていきたいというふうに思います。もうちょっとね、花粉症が完全にピークになっていて、お聞き苦しい点もあるかなと思うんですが、ご容赦いただければ幸いです。まずはね、グラナダからやってきているキシリアの部隊をアーバーワクーへと侵入させていきましょう。なかなか苦戦を強いられているというところもあるので、これをね投入していきます。でちょっと心配なのがこのソロモン戦なんですよね。ソロモンがね結構きついことになってきているんで、まあ、どうしようかなというところなんですが、まあ、一旦ソロモンに関して言うと要塞内で敵を迎え撃ちましょう。もうメガ粒子をぶっ放してどうこうというフェーズではなくなりつつありますね。なのでここはモビルスーツの生産を行っておきます。ゲルググー、さっきのアーバーワクー戦で4機も失ったんだな。あとはリックドーム、シャア専用のリックドームとか、ちょっともったいないんで作るのはやめましょう。お話したように、できればね、宇宙でも使える、そして地球でも使える、そういうモビルスーツ、汎用的なものを作っていく必要が今後あると思うので、ここはちょっと我慢して、ゲルググプラス開発でしのぎましょう。連邦がソロモンに入ってくるのか邪魔だな。アーバーは空戦に集中させてほしかったなっていうのはありますよね。まあ、ソロモンにはビグザムを4機置いてあるので、まあ、十分にしのげるとは思うんですが、ソロモンちょっとここは目処がつくまではしっかり自分たちで操作をしていきましょう。とにかくビグザムを中心に守っていくしかないんで、まずはビグザムを回復させる。そこから行こう。いやマジか、ビグザムメガ粒子砲撃てないのか。なかなかしんどいな。メガ粒子砲をバンバンぶっ放していきたかったんですけど、残念だね。まあ、ビグザムが落とされることはそうそうはないと思うので、とは言っても削られたね、今。結構削られたね。これは心配だわ。ちょっとビグザムを鉄器に近づけておこう。左から侵入してきてるのはサラミスだけであれば、しっかり守れるだけ守りましょう。ちょっとモビルスーツの数が足りないな。ビグザムは引きつけてくれてるけど、ビグザムが沈む可能性がありますね。2機
お、ビグザムが解放されれば、しっかりビグザムで回復を図っていこう。エネルギー不足になったビグザムちょっと危ないからね。しっかり回復しにかからないと。まずは近いところから確実に落としにかかる。でホワイトベースがいるんで、あのホワイトベースをね、いかにダメージを受けずにやり過ごすかというのもポイントになってくるかなと思いますね。何？ここまで来てる。早いな。ガデムがやられたか。まあここはしょうがないかな。ビグザムを急いで拠点に戻しましょう。中心までね。戻れるのか。いやこのビグザムは戻せないな。シムスのビグザム戻るのに時間がかかりすぎる。かといってホワイトベースを開けるわけにもいかないからな。しょうがない。ここは確実に一隻ずつ破壊して回りましょう。拡散メガ粒子砲が撃てるので、ちょっとこちらの部隊を戻す。で、ここで、ビグザムの拡散メガ粒子砲を撃ちましょう。で、撃ち漏らす可能性があるので、撃ち漏らし部隊に備えておきます。いや、なかなかしんどい戦いになるね、ここも。サラミスをまずは落とす。ビグザムの拡散メガ粒子砲。いや、硬いね、ホワイトベース隊はさすがに。ビグザムがしっかり持ちこたえてくれてればいいかなって感じはするんだけど、ビグザムが危ないね。まあビグザム1隻2隻は落とされるのを覚悟した方が、あるいはいいかもしれないですね。じゃあここは再び拡散メガ粒子砲を撃とう。グレイファントムだねこれ。ということはこちらがホワイトベースか。このビグザムが落とされるのを覚悟した方がいいかもしれない。退却させる。どうする？積極策に出るかどうかだね。あとはここ我慢して持ちこたえてなんとかこらえるっていう方がいいかなっていう気はするんですけど、敵をなんとか迎え撃ちましょう。回復させたければ回復させる。
グレイファントムは落とせなかったね。ただ数でも逆転できた。これで上からやってくる部隊に備えられればなんとかなるかな。よし、ソロモン、まずはね、第一波をなんとかしのげたので、ここでアバワクーを完全に攻略しちゃいましょう。戦闘を再開します。なんとかアバワクー戦を終わらせたい。進路は確保してあるので、もう割とスムーズに進めるんじゃないかなという期待はありますね。まずはキシリア部隊を動かします。あとは、マリガン。これは、なんとしても、ドズルをね、しっかり、守ってもらわなきゃいけないというところですね。で、ビグロが、もう、パワー残ってないので、このビグロをしっかり沈めましょう。で、ヘルシングのチベ。これも、突入です。で、こっからだね。傷ついた、モビルスーツは、しっかり戻そう。無駄にできないので、モビルスーツは。フロンタル含めて、ちょっとみんなここは、エネルギーなり、パワーなりっていうのが、ダウンしてるね。ここもちょっとシャアの部隊を一旦回復に回した方が良さそうだけど、回せる？チベが危ないね。雷雨、グバジン。これを前に出すのもちょっと危険だしな。まずはこのチベをただ撃沈しちゃおう。これは撃沈できる。で、ドズルをちょっと危険を承知で前に出して、散布して、シャアを回収する。一度ね。これで、ちょっと戦っていきます。で、ちょっと手出ししたくないのが、ドロスはこっちから、ちょっと手出したくないよね。で、ランバラルが出せるように回復して戻ってきたので、ランバラル隊を出して、行きましょう。ウラガンは、ちょっと移動して、敵の核心近くへと侵入。バロムのグワジンも前へ出しましょう。ここはビーグルを仕留める。で、チベも沈めちゃうでしょ？ここはビグラングは無理だな。確実にビッグドーム一気落とそう。ザンジバルちょっと落とされたくないので戻します。これで全部指示は出し切ったかな。もうちょっとまだ指示出し切れてないのがいそうだね。ラコックのチベも危ないけど、ここ頑張ってもらう。下げる。ちょっと判断難しいね。下げよう。
この後まだ戦いは続くので、あんまり無茶をさせすぎて戦力を消耗するっていうのもね、自利品になるので、危ない場合はちょっと勇気を出して撤退というのも臨機応変に混ぜていきましょう。まずはチベ一石撃沈、ビグロも落とせるね。やっぱりモビルスーツ相手に戦艦の砲撃ってなかなか決まってかないね、思ったようには。さらに敵のチベ、一石撃沈です。手こずったビグロも撃沈。だいぶ敵の戦力削ったんじゃない？ギレン相手には防御に徹しよう。ギレンとドズル、あるいはギレンとキシリアの、ファルメルが落とされた、会話は来たいので、ちょっと次のターンでまた会話をオンにしていきましょうか。前回ね、最後に、一旦会話をオンにした、オフにしたと思うんですけど、今回またね一旦オンにしていきます。でドズルがこのギレンに攻撃を仕掛けられるっていうのが理想かな。シャ含めたゲルググ隊を前線に戻しましょう。ドロスを撃沈する。で、ドズルを前に出して、これでギレンのグアジンに直接攻撃をかけましょう。でちょっと心配なのが、そうなるとドズルを前に出しすぎたことによる危険なんで、これをね救援するためにちょっと無理してでもザンジバル、マリガンのザンジバルを前に出します。ライルもちょっと無理して前に出しましょう。まあ、シズマ撃沈されるということはねさすがにないと思うので、あとはこれだよね、ビグラングどう料理するかだけど、ちょっと集中攻撃で一旦ビグラング撃沈しましょう。チベを一旦下げます。これはね下げると言っていた部分なので、しっかりメリハリをつけて下げていきましょう。ビッグドムは危ないね、一旦格納。ウラガンちょっと危険だな。ウラガンのチベも下げましょうか。バロムのグワジンはまだまだ戦えるね。バルのグワジンはギレンを攻撃しましょう。ランバラルはどう？これ見る限りちょっとエネルギーがもうないね。一旦下げるしかない。ただクランプコズンは動けるので、クランプコズンは長距離砲が撃てるので遠距離から狙えない。そうか、長距離砲を撃てたのはあれですね、マゼラトップ砲を持ってたから撃てたんだな。今回はそういうわけではないので、地道に目の前の敵を削っていきましょう。マクベがギレンに攻撃を仕掛ける。でここはねもうドロスも撃沈する方向で動きましょう。あとはそうだな、目の前の敵を削っていきましょう。ザンジバル危ないね、下げる。危ないと思ったらしっかり下げましょう。
マルバロも出していきます。ヘルシングも前へ前へと、コッセルも前に出しましょうね。ここはドロスに攻撃を集中で、キシリアのグアジンも前に出します。どうなんだろうね、次のさっきの攻撃ターンで、まあ、落とせるのかどうかですよね。ギレンを、これで一通り指示は出したと思うので、時間を進めていきましょう。ちゃんとやってみせます。ビッグドームちゃんとやってないじゃないか。ビグラング落とせなかったか。ドロスも落とせない。戦ったね。ギレンは落とせない。いや、思ったよりやっぱり硬いね。さすがよ、ギレン、ドロス。いずれも硬かったですね。ただ、もう敵の戦力はガタガタなので、これ一気に落としていきましょう。ちゃんとやってみせます。ダロタ、いや、マリガンか。マリガンがそこそこ登場するね。まあ、モビルスーツ相手に、ザンジバルで立ち向かうのは危険だよね。まあ、落とされることはないと思うんですが、ダメージは出ますよね。わかりました。お相手しましょう。ハモン。ハモンさんが攻撃衛星に攻撃。攻撃衛星ぐらいだったらメガ粒子砲、ザンジバルのメガ粒子砲でさ、確実に落としてほしいんだけど、そうはいかない？ムサイがだいぶ削られましたね。剣が沈んだ。ドロスも残るか。このターンで確実に残った敵を落としていきたいな。まずはゲルググ、ジョニー・ライデン発進させよう。これで残った敵を撃破しつつ、キシリアがギレに攻撃、ドズルもギレに攻撃で、シャアは同じくドロス、今度こそドロスを落としましょう。もう敵の数多くはないので鉱石稼ぎに走ります。マリガンも落とされることはないと思うんですが、危険がある場合は無理しないと。ガトーのゲルグルも誰も乗ってないからね。ちょっともったいないといえばもったいないんですよね。マクベが今回もギレに攻撃をかけて、ゲルググはこれガルマ、フロンタルが乗ったゲルググですね。ドロスもこれで沈めれば OK だね。御の字。あとは艦隊からの攻撃で残った
敵営を沈めていきましょう。シーマとかもちょっと出番がなさそうだな。これで一通り全員に指示は出し終わったかな。ウラガンの地面も沈められないで、なあ沈められないか。ジョニー・ライデンですね。ゼーゴックを撃沈です。ドロス沈めよう。これはちょっと見たいで。よし、ドロスを撃沈です。ガルマとギレン、これは見よう。ガルマはねゲルググに乗ってますね今。よし、ギレンのグアジンを撃沈です。コズもなかなか口が荒いだ。整備が万全とは言えませんが、やってみましょう。マリガン危なかった。今マリガン危なかったですね。マリガンのザンジバルは失いたくないので。よかったですね。さあマリガンのザンジバルはもう後方に、遠く後方に下げましょう。危ない。代わりに軍港を積ませたい奴らに攻撃を行わせて仕留めましょう。確実にね、仕留められるときに仕留めて稼ぎましょう。シーマも出します。できるだけモビルスーツはもう失いたくないので、失わないような戦い方をしていきます。で残った敵もう多くはないね。あとはこやつをどう料理するかだな。できるだけみんなに与えてあげたい経験値を。
よし、これで全滅かな。シャアもだいぶレベル上がったんじゃないかな、今回の戦いで。で、この後はグアジンに、主力のモビルスーツを乗せて急いで、ソロモンの救援に向かいましょう。ブルーロンタルは、ゲルググに乗ってますね。改良したゲルググに乗ってます。ミッション終了。私もまだまだだ。お前とやり合えることを神に感謝する。宝石を焦って命を落とすのは愚か者のすることだ。よし、これで、あ、バワークを制圧しましたね。さあ、制圧のその名誉はシャアに、勝利の栄光をシャアに捧げましょう。何、間違えた。え、合ってるよね。違う、ここにエルメスが出ている。ここだ。くー、やってくれる。このターンで終わらないということだな。面倒をかけるな。まあ、ただ同じことだ。ドーレンは索敵効くよね。そうだよね。エルメスが乗っているというわけ。微妙だけど、まあしっかりここは、そうすると、エルメスを、ゲットして、ランバラルに、功績を積ませましょう。ここはね、確実に行きたいところなんですよね。確実に行きたいというのは、このターンで終わらせたいという意味ですね。なんで、火力のある、バルバロでしょ？マクベ、まあ、攻撃させるぐらいだったら、ちょっと一旦、退かせて、フロンタルのゲルググとかを出した方がいいかな。いや、フロンタルのゲルググも回復させるしかないね。というかもう、みんな攻撃に移っちゃってるので、そもそも、動かしようがないという話だな。しょうがない。ここは我慢しましょう。このターンで決められなかったのがちょっと迂闊でしたね。相手をしてやる。遠慮するんじゃないぞ。何？リックドームも落とせなかったの？エルメスも沈められない。エルメスは撃沈したね。リックドームが2機残った形かな？いや、リックドーム3機残ってますね。火力の面で、できれなかったのかな。まあ、ここはただグアジンの反撃でまさにドレンが蹴りをつけてくれればいい。リックドームがただパワーマックスのがいたね。あのリックドームはチベであと沈められないかな。いやいや、ちょっと待ってくれ。リックドーム一機も撃沈できないドレンの手腕どうなんだ。ドレンさんよ。
さあ、そしたら今回のターンは、開発で、新駅で、そう、ジオン号開発しておきます。ただこれだいぶお金持ってかれますね。基礎研究は、基礎技術。あとはモビルアーマー技術をちょっと上げとく。これでいっぱいだね。他は何もできない。あ、バワクーに増援が向かってきてるから、この増援が次のターン入ってくるね。この感じだと。で、ソロモンだよな、ソロモン。いや、ソロモンにむちゃくちゃ敵向かってきてるよね。一刻も早くアーバーワークを制圧して、ソロモンの救援に向かいたいな。ちょっと長くなってますが、今回はもう後編と最初に言ってしまったので、アーバーワーク攻略まではやらせてください。ソロモンにさらに敵が続々と侵入してきてるからね。まあ、なんとかソロモンはビグザムで持たせる。画面の左上から入ってきてるのが結構痛いよな。さあ、確実にギャンで仕留めにかかろう。ビッグドームも出す。一石ずつ確実に確実に削っていきましょう。大型のメガ粒子砲が当たらないか。であれば、ここは孤立したジムを確実に潰す。敵はね、全方位的に攻撃を仕掛けてきてるので。ここにビグザム置きたいんだよね。ここにビグザム、ここ。ここにビグザムを置きたいんですが、置けないと。ビグザム足が遅いのはどうしようもないからね。マゼラン落とせないか。ジム、ガンキャノン2は撃沈しましたね。撃墜かな？表現的には。何はともあれビグザムを体力回復させないと。さあ、索敵だ、索敵。索敵が全然決まらない。さて、これでどうするかだね。メガ粒子砲を撃っておく。このターンはちょっと回復に努めましょうか。いやー、上の方から迫ってきてるのがちょっと不気味だな。なんとかあれを制さないと。結構な数が迫ってきてますよね。
なんとかね、ビグザムでこらえると。リックダム残ってくれよ。ザクも残った。攻撃衛星はまあしょうがないね。索敵前とはいえビグザムなら沈められるはず。沈められないか。いやーさすがだね敵も。こっちのビグザムが危ないね。離脱させるしかないな。ビグザム失うぐらいだったら離脱させてでもちょっとね、なんとか持ちこたえさせたいなっていう気がするんで。いやパイロット乗せたい。本当にパイロット乗せたいわ。ここはメガ粒子砲を撃つ。メガ粒子砲を撃とう。いや一旦無駄にしたのがちょっと痛いね地味に。捕らえられるのかどうかっていう心配だなとは。ここを渡すわけにはいかないから、ここは攻撃にはあえてせずに捕らえる方向へ向かいましょう。待って、ここ制圧できないの？ビグザム制圧できない。マジか。マジですか。確かにモビルアーマーは制圧できないけど、ビグザム足ついてるから制圧してほしかったな。ちょっとこういう細かいミスがソロモン陥落につながらなければいいな。ビグザム一機が使えてない状態だからね結局。リックダム残ってくれた。危なかったね。ドアニングも残れ。よし、マゼランも沈められなかった。ビグザム残ってよ。ビグザム残ってくれないと本当にしんどい。ちょっとこのビグザムをどこで回復させるかだな。グレイファントムをちょっとここでもう撃沈したいよね。策敵をしっかり行って散布した上で攻撃。いや待って、ドアニングがやられるわけにはいかない。逃げの一手だ。だいぶ押し込まれてるけど、ここは我慢のしどころ。砲撃は大型メガ粒子砲の射程にはちょっともったいないかな、これで撃つのはね。これクリスか。ちょっと危ないよな。いやここでビグザムがやられるのはちょっと避けたいよ。本当に避けたい。ちょっとこっちのビグザムは
移動して攻撃にかかろう。モビルスーツの数が足りない。リックドも一気失いましたね。未来さんか。本当にちょっと登場させたいな。リックドム残ってくれたね。こっちはリックドムを一気失いましたね。ビグザムは大丈夫だね。まああえてビグザム囲ませるというのも手だけどね。さあ主要な場所はビグザムで抑えたよ。そうするとちょっとこれ以上モビルスーツを失うわけにはいかないので、傷ついたモビルスーツを下げましょう。いやギャン優秀だわ。本当にギャン優秀。頑張ってくれてますねギャンは。ドアニングはここで回復するしかないよね。ここのリックドームはまだいける。ただちょっとこれ以上このリックドム失うわけにいかないから下げたいな。下げたい、本当に下げたい。このリックドム これでどうだな。ビグザム4機がまあ中心にね戻ってきてくれているっていうのは心強いは心強いですね。ホワイトベースが落とせないね。カークスも激震までは持っていけなかったか。サラミスも落とせない。一隻でも多く落としていきたいところですけどね。さあ基地近くにまで敵の侵入を許してます。未来のグレインファン、うわ、リックドームを失った。今このリックドームすらも惜しい。まあ、とりあえずソロモン、なんとかビグザム4機が戻ってるので、持ちこたえられそうかなっていう期待感はあります。さてと、ギレンの親衛隊。どこにいる？各場所に散らばっていると見ていいね。まあ、ただ、ここはこのリックドーム3機もう落として終わらせましょう。マリガンが危ない。逆にラコック無罪で敵を迎え撃つ。リックドムを一応差し向けておきましょう。で左からやってくるゲルググ、これ強力そうだな。一旦回復してしっかりした体勢で迎えると。
まあ、ハモンさんだったら大丈夫かな。リックドムを出しておきます。前面にリックドムを展開。キシリアも指揮圏内に入れておきましょう。まあ、これで十分かなとは思うんですけどね。ザンジバル一気でルアジュンを相手にするのは危険なので、チベを2隻差し向けます。クランプ隊、よし、リックドーム撃破だね。これで基地の制圧がようやく確実に可能になります。レズナーだな。まずはここをシャアで制圧する。これで終わりですね。敵軍は本拠地を失い、戦意を喪失しています。もはやこれ以上の戦闘は必要ありません。よし、これで、まあ、ギレン派をね討伐できたかなというところです。そうだね、アーバーワクーは奪還したものの、ソロモンが今連邦の総攻撃にあってますからね、これを迎え撃ちましょうというところで、ちょっとねだいぶ長くなりましたが、アーバーワクー後編、お届けしました。いかがでしたでしょうか。次回はね、ソロモンの防衛と、さらにそこから、再びね地球降下作戦を行えるように下準備を行っていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。